埼玉県出身22歳の和田すみれです。よろしくお願いします。カメラマンの山ちゃんです。お願いします。今日はリンゴルフで今やってるトーナメント、リンゴルフフューチャーズトーナメントで優勝した和田すみれ選手に来ていただきました。はい、ありがとうございます。2年前ぐらいにもね、実は優勝して出ていただいてるんですけど、去年、なんと2回優勝して、しかも年間でポイントは1位です。だよね。年間は1位です、はい、で今年アメリカに行くっていう感じで、その前にいろいろ知りたいなと思って、来ちゃいました。ありがとうございます。ということで会場は和田選手をスポンサーしていただいております、埼玉県の越谷市にあります P&A ゴルフスタジオ様をお借りしてます。ありがとうございます。ありがとうございます。ここの紹介なんですけど、僕っていうよりも、いっぱい喋れるでしょ。じゃあお願いします。私がサポートしていただいている P&A ゴルフスタジオ様は、月額制の通い放題の、インドアのゴルフスタジオで、入会金都度の座席料、駐車場代は全くかかりません。月額料金の割引などもあります。最初試してみたいなという方は、50分の施設利用の初回体験無料がありますので、そちらでぜひお願いします。専属プロによるマンツーマンレッスンもあります。私も専属プロの西村さんにコースマネージメントレッスンやアプローチなどのレッスンをしていただいているので、初心者の方も大歓迎ですので、ぜひ皆さん通ってください。初めて来たんですけど、めちゃめちゃ綺麗ですよね。去年できた。去年、そうですね、できて、しかももともと P&A カップ、プロアマーやっててから、さっき聞いたんですけど、プロの方がちょっと秘密の練習基地みたいになればなみたいなと、一般のお客さんも楽しんでいただければなみたいな、感じで、ところで、西村プロ、めっちゃイケメンなんですよ。隣にいるんで、せっかくならちょっと出て、どうぞ出づらいか。いや今日はありがとうございます。こちらこそありがとうございます。じゃあもう普段ここであれですか、インドアの運営、あとはレッスンですね。分かりました。ちょっとお話しさせていただいたんですけど、すごいこう優しいというか、おおらかな方で、本当選手の方にもこう信頼があって、いろいろメンタル的なところも結構ね、なんか良さそうな感じがして、でも一般の方にもちゃんとこう上達できるような形でやってますんで、ぜひお問い合わせいただいて来ていただけたら、本当プロとの交流の場にもなりそうでいいですよね。そうですね、なかなかプロアマの方も、本当に初心者の方も参加してくださる方もいらっしゃったりして、結構交流がプロと間近でできると思うので、ぜひお願いします。ありがとうございます。西村プロでした。話は戻るんですけど、リンゴルフフューチャーズトーナメントの優勝者の方のちょっと動画を、改めてちょっと撮っていこうという形で、まず1本目はクラブセッティング紹介、で2本目は最近やってるパターの練習方法、3本目は最近教わったアプローチの方法。最近教わった。最近教わった。西村ことに。教わりました。最近教わった。最近教わったのをそのままみんなに教えるっていう。そうです。そうですね。って感じで、今回は3本やっていきたいと思います。ってことで、じゃあ、クラブセッティング紹介で、打ちながら行きたいんで、ウェッジから順々に上がっていく感じで、お願いします。一応クリーブランドの RTX 56度です。シャフトは KBS が入ってます。あと50度まで。ウェッジ50度も同じ RTX、でシャフト同じ KBS です。
ストップした。なんか和田さんといえば、うん、僕なんか初めて動画撮った時に優勝したのが最後チップインバーディーとかで優勝したんだよね、はい、それでなんかそのチップインのするアプローチを教えてくださいみたいな動画を撮って、はいはい、あれが僕はすごいハマったんですよ。ハマりました。 ありますあのスティック、その時スティック置いてまっすぐ振るみたいなイメージで打ってた。そう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 、うん、習ってから、はい、別にグリーン乗んなくていいかみたいなぐらい楽しくなっちゃって。本当ですか？西村プロにアプローチだったのは、はい、さらにこうバリエーションが増えたの、それともそれが変わっちゃったの？あのバリエーションを増やすために習いました。じゃあベースはこれが残ってる。ベースはこのイメージなんですけど、うん、やっぱなんかラフとかそういうところだと、まあ、スピンもかかりづらいし距離感を合わせるのが難しかったんで、それが分からないで教わってって感じです。なるほどね、はい、ちょっと難しいシチュエーションの時ってことで、そうですねとか、まあ、どこからでも寄せれるじゃないですけど、おお、どこからでも寄せる。めっちゃレベル上がりそれは楽しみですね。3本目です。じゃあそれはちょっと3本目なんで楽しみにしておきたいと思うんで、はいはい、実際得意なのは何なんですか？ドライバーとかパターとか。あ、でもドライバーも割と最近得意になってきたっていうのはあるんですけど、まあ、なんかウェッジの70ヤードから90ヤードくらいのショットが得意で、アイアン変わったんですか？あ、前の時と変えましたけど、でもそうですね、もう2、3年、はい、もうあれより新しいモデルのミズノの JPX の923なので、うん、シャフトは一緒です。NS プロの、ね、はい、950でイオミックが入ってます、うん、で全部一緒です。9番から6番まで入ってます。あ、6番からピッチング、ピッチングまで、シミュレーションは距離は大体あれですか、合ってるんですか？大体一緒くらいで。じゃあ今ちょっと右出ちゃったのも、はい、右出たって感じよ。じゃあそのあって言ったのと実際のが合ってるってことです。なんかあの時ドローだったんですよね、前の時、うん、なんかドローのイメージけど、今なんかストレート君に入ってます。9番で120 P か、 P で120、 P で120で7で150くらいと、150くらいです。7っちゃはい、はい、ありがとうございます。いっぱいヘッドカバーがいらっしゃる、はい、何個あるのヘッドカバー、これ 1,2,3,4,5,6 個あると、はい、次はじゃあユーティリティで、あ、ユーティリティこれだけです。あ、残りウッドなの？全部ウッドです。フェアウェイウッドで。
こんなにあるのにユーティリティ1本。1本ユーティリティは CPX125 度の5番ユーティリティです。はい。シャフトは MCI 藤倉さんの入ってる、うん、70S、 70S、 なんか全然ユーティリティと、はい、いや167ヘッドぐらいですこれを話してからでしょう7番で150だから、はい、あ、そっか、5番アイアンぐらいの回だから、そっか。170ぐらいです。確かに。ちょっとユーティリティとは変わっちゃうんですけど、今年アメリカに行くじゃないですか、はい、あの去年のリンゴルフで、はい、成績上位の行ったことないんでしたアメリカないです。海外がまずなくて。海外がないの、はい、英語話せるんですか。 I don't know 喋れないです話せない状態、わからないって言ってましたよね去年出た子たちにも聞いたんですけど、やっぱ視野が広がる可能性があるんで、はい、でもやっぱ現地には竹内さんがいるんで、はい、安心していただいて、はい、アメリカ体験、アメリカ体験します。はい、え、なんか一応そこで去年の USLPGA の一時の、うん、あのカットラインのスコアをクリアして、はい、まあ、今回3人行くんだけど、はい、その中で一番成績が良かった子は一時免除とかあるんですけど、はい、そういうのも狙ってます。狙ってます。おー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 おお。じゃあチャンスがあればちょっとアメリカでの選択肢もありかなみたいな。はい。思ってます。フェアウェイウッド4本です。何番から、9番からあるんですか。あ、7553です。それは多分前回と同じ7番ウッドと5番ウッドで、うん、3、これの3抜いて5番エピックのフラッシュスター3番と5番を入れました。なるほど。で距離が5番、同じ5番なんですけど、うん、こっちが190でこっち200で距離が違う。うん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 、はい、同じロフトなのに。はい。シャフトは同じなんですか。シャフトは同じです。へえ、はい、距離的に180、190、200、210って感じです。はい、じゃあちょっと5番と2つ打ってもらって本当に距離が出るのか一緒だったらどうしようシャフト、あ、シャフトはグラファイトデザインの TP か、 TP5 です。そっちが何ヤードだっけ。190です。ちょっと飛んでますいいっすね。めっちゃ飛んでる。自らハードルを上げていくタイプですね。やばい、ちょっとあれまあ、10ヤードぐらいは違います、うん、ちょっと上の距離は違うんですけど10ヤードぐらい飛んじゃってるんですけど、同じ5番でもこっちのが10ヤードぐらい飛ぶ、うん、はい、肉眼とかこっから見ててそっちの方がちょっと低めな、低めに出てた感じがする。うん、そっちの方が低いわ。ちょっと低めですね、うん、低め。こちらはちょっと高くてスピンかかる。うんうんうん、キャリーで間違いなく超えてくね。超えてる。10ヤードくらいは違います。え、これどうやって発見したんですか。そもそもあれですか、3番ウッドを変えようかなって思ったの、はい、3番が結構同じ感じで上がるんですよ、うん、前上がってて、はい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 、で200までしか飛ばないみたいな、200以上を飛ばしたいので
新しいクラブ入れようと思って、うんうん、このヘッドを見つけて。じゃあまず3番ウッドか2とか3番ウッドをまず、はい、打ったわ、はい、したらすごい飛んだと。飛んでやっぱなんかその同じ違うメーカーでもなんか距離がちょっと違かったりとかもするんで、うんうん、まあなんかあえて同じものにせず違うものを見つけて、うん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 、それで飛ぶから、じゃあ今度エピックの3番と JPEX の5番で間が出るからので、これもしかしたら5番いけるんじゃない、はい、みたいな、いけるんじゃないと思って5番打ったら、なんかちょうどぴったり距離あったんで、それで3557で入れてます、はい、で上がり方とかも全然、こっちはまあ前から使ってるんで慣れてるっていうのもあって、なんか絶対に外したくなくて、で7と5はずっと入れてて、で結構上がってスピンかかる感じなんですけど、3と5はまあ飛距離重視みたいな感じなんで、まあ、5番は200しっかり振ってって、3番はまあ210で、まあ、もっと振れば220近くティーアップとかすれば行くんで、まあ、結構使えるなって思って入れました、はい、うん、この選び方はいいっすね。その固定概念をこう崩される感じがして。あ、本当ですか、うん、確かに普通は753とか9753って入れますよね、うん、そう、あとは3番と3プラスとかっていう方いると、あと4の間ぐらいで、そう4番を入れるとかっていう人もそういると思うんだけど、はい、5で来るのもなくて、はい、じゃあ最後にドライバー、はい、ドライバーのエピックフラッシュスター、うんうん、前回と変わってないです。ツアー ID の TP5 です、うん、入れてます。ドライバーのさ、はい、足のさ、これ左足の打った時のこうなんかあのステップみたいな、はい、いやあれどうやってんですか。どうやなんか自然とでき、え、そうなの。はい、なんかジュニアの頃からずっとこの形変わってなくて、なんかトップ高い位置から沈み込んで、で蹴るんです足を。だから蹴ったら自然と左にこうジャンプしてスライドするんで、なんかそれで飛ばしてるっていう感じです。蹴るって右で蹴るんでしょ。あ、そうです、右で蹴って、なんか やってって言われたらできないんですけど、あ、右で蹴ってで、その分なんか蹴った勢いで、ポンって抜けるのかな、はい、まあ、抜けないと、詰まっちゃうから、はい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 、そういうスイングです前、2年前ぐらいに撮った時、そこまでそんな強く出てなくて、はい、でもなんかその数ヶ月後にトーナメント見た時に、なんか結構、なんかこう、あれなんか変わったのかなと思って。あ、変えてはないです。なんかちょうどその時のタイミングが結構その打ち方がこう飛距離が出るみたいな感じのがあって、うん、あ、はい、だから変えたのかなと思ったんだけど、あ、でも確かジュニアのからやってる子って全身使わないと飛ばないじゃないですか、こう、はい、ちょっとでも飛ばすのに、はい、そのなんかこうあるよね多分、はい、そのまま流れでそういうスイングで行きました。なるほど、はい、ありがとうございます、はい、あ、パター、あ、パター、パター、デッセイのホワイトフット OG です。ちょっと鉛全部買っちゃってま す、うん、今傾斜が2度であって、え、あ、確かに傾いてますね。この傾斜がこう、え、これ変わるんですか。変わります。0度から7度まで。おお、今2度ぐらい。今2度です。傾斜、はい、すごいですよね。シミュレーションルームでここにカップがあるのがまず斬新だなと思ってたんです。確かに有効活用できますよ ね、はい、でしかも傾斜つくんだ、すごい。傾斜つきます。あ、すごい。これなんかボールが戻ってきやすいようにこの傾斜になってるのかと思った。あ、確かにそれでも利用できるけど、でもなんかパター練習ここで打って、その後にパター練習、その
傾斜がついてるのでスライスフックが苦手な方とかもここで練習して、まあ、なんかイメージができやすいかなと思います、うんうんうん、はい。おお結構曲がるね。結構曲がります。出しすぎた。そうこれいいっすよね。だってそこって何もそう無駄なスペースっていうか、これカップにしたのってすごいこうわざわざこの行かなくていいし。はい、そうですよね。しかも距離結構あるし、結構ありますもん。何やんだろう。しかも逆からもあるのもいいっすね。3ぐらい3ヤードくらい逆からも。あ、スライス。え、これ難しくない逆からって。え、難しいです。こっちの方が苦手かもしれない。1がスライスのラインで。あ、でも2度って結構傾斜あるんですね。こう、あります、あります。うわえ、でもやっぱ苦手なラインですか。苦手です。なんかイメージしづらくて。なんかもともとドロー打ちだからっていうのもあるのかな。あ、あります、あります。聞くよね、そのだからフックラインの方がイメージしやすくて、なんか今逆からも打ってみればって言ったのちょっとこう、ナイスです何球目、十何球目ぐらいのはい、ありがとうございました、はい。まあ、ちょっとクラブ紹介をしながら少しこう、はい、雑談雑談雑談兼ねてって感じの動画でした。はい、はい、次はパターですね。はい、最近やってる練習法、うんうんうん、でここにいいのがあるんだよね。そうです ね、いいのがあるんで、いいのがあるんでちょっとその紹介がてら、はい、最近やってる練習方法を聞きたいと思います。はい、はいはい、じゃあそんな感じで1本目終わりたいと思います、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。